どうもマツケンです。今回は6月のコストコベストバイということで、先月コストコで買って良かったものをおすすめ商品5つピックアップして紹介していきます。毎月月頭恒例のネタになるんですけど、コストコで買って良かったものですね。6月は、中盤以降下旬にかけてすっごい新商品が登場してて、特に最後の1週間はハイカロリーなものがたくさん出てね、かなりやばいです。スイーツ系の新商品なんか割と早めにレビュー動画の方を出しておりますので、まだチェックできてないよっていう方はね、ぜひ見てください。概要欄の方にですね、今回紹介する商品の詳細と目次準備してますので、ぜひ最後までチェックしてください。それではどうぞ。6月のコストコベストバイ1点目はこちらです。 LDC の強炭酸水レモン、最近流行りのラベルレスデザイン採用されてまして、もう見た目がいいですよね。ただこれレモンフレーバーしか浮いてなかったんで、とりあえず、ちょっと買ってみるかみたいな感じでね、あんまり期待せずに試してみたんですけど、強炭酸仕様ということで普通に炭酸も強いですし、あとレモンのね、フレーバーが結構強く感じました。それが良かったです。まだねこれは開けてない分なんですけど、冷蔵庫に何本かもうストックしてまして、コストコで売ってるフレーバー系の炭酸水、ペリエとかレモン味とかでねあるんですけど、あのペリエのレモンよりレモン感がしっかりあるなっていうのと、炭酸もね、結構喉を通過するまでボコボコ言ってるぐらい強いんで、開封した直後はねやっぱ美味しいです。開封直後の炭酸の強さっていうのはもう全然合格点上げちゃうんですけど、やっぱ持続力ですね。一気に開封後飲み切る場合ってほとんどなくて、やっぱちょこ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 飲んでて、大抵日をまたぐことが多いんですけど、やっぱ2日目ともなると炭酸は結構抜けちゃってて、飲んでもちょっと物足りないなみたいな、そんな感じはします。なんでもう早めになる早で飲み切るようにしてます。炭酸の強さ、持続力に関してはちょっといまいちだなっていうのはあるんですけど、そこを上回るぐらいのこのレモン感の強さ、美味しさと、あとコスパがめちゃくちゃいいです。1本あたりね 37.4 円なんですよね。普段からたくさん炭酸水飲むよっていう方にはね、嬉しい価格設定だなと思います。このメーカーの炭酸水はレモンフレーバーだけしかちょっと試せてないんですけど、また普通のやつの強炭酸とか出たら試してみたいなとは思います。ちなみにおすすめのコストコの炭酸水でいうと、アイリスオーヤマの富士山の強炭酸水ですかね。あれが、これよりかはケース販売でいうと40円ぐらい価格高いんですけど、炭酸の強さ、持続力っていうのが強くて、炭酸水自体も美味しいですし、あとねクーポンがたまに出ることがあって、その時ね800円切るんですよね、ケースで。調子いいとね1本33円切るぐらいの価格で買える時があるので、おすすめの炭酸水はって言われるとそれがおすすめですね。アイリスオーヤマのやつ、これもやっぱ美味しかったんでね、レモンフレーバー系で、ちょっと炭酸水探しされてる方は買ってみてもいいんじゃないでしょうか。6月のコストコベストバイ2点目の商品こちらです。ベーカリー新商品のチェリーパンナコッタ。今月中盤以降ですね、スイーツ系の新商品たくさん出てるんですけど、どれか一つ一番決めろって言われたらこれかなということで選んでみました。バニラテイストのちょっともったりしたパンナコッタの上にダークチェリーを使った甘酸っぱいソースがねたっぷり乗っかってる巨大プリンみたいな感じなんですが、これがねめちゃくちゃ美味しかったです。この商品のポップのところにパンナコッタは滑らか食感ですよっていう風に書いてあったんですけど、僕が買ったのはね結構食感なんかもちっとしてるというか、ザラッとしてるというか、イメージしてた滑らかさとは違ったんですが、それでもね美味しく感じました。でたっぷりねチェリーソースが入ってるので、大人はね結構好きな感じかもしれないですけど、うちのチビ2人はですねやっぱこのチェリーソースの甘酸っぱさに慣れてなくて、ソースを削ってねパンナコッタの部分だけひたすら食べてました。この商品で初めて深さのあるちっちゃいバケツみたいなサイズの容器で出てきたんで、またこのプリン系でね何か違う味で展開があったりするのかも知れないなということでね期待してます。何のソースもなしにパンナコッタの部分だけで売ってくれたら、なんか食べる時のアレンジで言うとめちゃくちゃしやすいんでね、好きなソースとか好きなフルーツ盛り付けたりとかして食べたらめちゃくちゃ美味しいと思うんで、スーパンナコッタ
があったらいいなと思います。ちなみにこれ冷凍してもバニラアイスっぽく食べれて美味しいんでね、ぜひ買った方は試してみてください。6月のコストコベストバイ3つ目の商品はこちらです。彩り五目ちらし寿司。お寿司系の新商品あんまり最近出ないんですけど、珍しくちらし寿司で新しいものがね登場しました。2月にも1回ねファミリーちらし寿司っていう結構ボリュームのある2キロぐらいあるねサイズのちらし寿司っていうのが登場してたんですけれども、それよりも上の具材ですね、めちゃくちゃ数が増えてて、パーティーフード用とかにしてもすごい映える商品かなと思いました。ベースのシャリの部分は五目ちらし寿司で、まあ、ファミリーちらし寿司系のちょっと甘めに味付けされたものがベースになってるんですけど、上の具材は錦糸卵が敷いてあって、その上に一口サイズよりもかなりちっちゃめに角切りされたマグロとかサーモンとかイカとか、あとエビ、イクラ、シイタケ、キュウリとかね、全部でね9種類ぐらいの具材がもうブワッと乗ってました。いろんな食感の具材が乗ってるので、一口ごとに食感が違ったり味が違ったりとかしてね、すごい食べ応えありました。このちらし寿司をベースに、なんかスーパーでね刺身とか好きなネタをこう刻んでまた散らしてあげると、すごくもっと豪華にねカスタマイズできて、まあ、そういった使い方もいいんじゃないかなと思います。寿司コーナーの商品をパーと並べてみても、握り寿司に負けない見た目、ビジュアルの良さってやっぱね買う人多いみたいなんですよね。なんで売ってない時とかもこの 1,2 週間で何回も確認しましたし、タイミングが悪いと売り場に並んでないっていうこともあるので、どうしても買いたいなと思って時は店員さんに確認することをお勧めします。いきなりね終売になったりはしないと思うんですけど、タイミングによってね、買えないっていうのは結構残念なことなので、売り場の方よくチェックしてみてください。6月のコストコベストバイ4点目こちらです。クーリングブランケット。こちらこの間800円オフのクーポンが出てたタイミングで買ってみた涼感素材のブランケットになります。僕が買った時夕方ぐらいでね、売り場の方にはベージュカラーしか残ってなくて、まあ試しにそれでいっかと思って買ったんですけど、なんかその後に買われた方は普通にねブルーとかグレーとかなんかいろいろカラバリがあったみたいでね、ってなってます。購入品まとめ動画でねちょっと広げて紹介してたんですが、その後ね数日今経ってて毎日使ってるんですけど、やっぱこのブランケットを導入してから子供たちの寝つきが良くなりました。一応エアコンつけて寝てるんですけど、布団はねかぶらないんですよね、やっぱ暑いから。なので敷布団の上に敷いて、敷きカバーみたいな感じで使ってるんですけども、スッと寝てくれますね。これまでニトリの冷感素材のタオルケットみたいなの使ってたんですけど、それがまず3段階ぐらいある一番強いやつですね。でこのコストコで買ったクーリングブランケットは一番下のレベルと同等かそれよりも劣るかもしれません。触った瞬間のひんやり感とか、ちょっとね現物が手元にないんであれなんですけど、両方使ってみてる感じはそんな感想で、ちょっと高いけど冷たさ心地よさを優先的に選ぶんだったらニトリが正解だと思いますし、まあ、そこまでね冷たくなくていいよっていう、コスパよく涼感素材のブランケット探してるって方はコストコで買ってもいいんじゃないかなと思います。800円オフのクーポンっていうのはやっぱり大きかったんで、これはね助かりました。普通に寝る時の寝具としても使えますし、ブランケットなんでね、持ち運びできるんで、例えばなんか家からどっか遠出する時のドライブ行く時に車のシートにね大きくバーってかけてあげとけば、最初エアコンが効いてる間はね、特に冷たく心地よく感じたりできると思うので、帰りはもう車の中熱々になってるんで、このブランケットもそんな冷たくはないので、ね、使えないと思うんですけど、まあ、そういった外に持ち出して使うっていうのも結構しやすいかなと思うので、買ってよかったかなと思います。6月のコストコベストバイ5点目こちらです。ウィンプラスのサンシェード。こちら数年前に1回買って使ってたんですけど、結構劣化しちゃったんで新しく買い替えました。こんな感じで薄くて軽くて、すぐね展開できるということで、めちゃくちゃ重宝しております。実際にね、設置してみます。こんな感じで広げてシルバーの面をフロントガラスに差し込んで、あとはこのサンバイザーのくぼみにはめるだけですね。これでおしまい。外から見るとこんな感じです。構造としてはこの細いワイヤーですね、折り曲がるような細めのワイヤーなんですけど、それが
2つ円状に組み込まれてまして、この円と円の間にバッファーがあるので、こういう風にちょっと重ねてあげるとだいたいどんなサイズの窓でも合うよっていう風な作りで、これで1000円切ってるのはね、かなり使い勝手いいです。で、フロントガラスの部分だけじゃなくてサイドドアのね、窓用にもちっちゃい黒いメッシュのものがついてるので、これを貼ることで運転席側、助手席側2枚分は1個のパッケージでカバーできる計算になります。ただこれはあんまり使ってないですね。あんまりっていうか全然使ってないです。このサンシェード今年買い直して数年使ってるんですけど、まあ、いいところはコンパクトに折りたためて厚みも全然ないし軽いし、展開と撤収セッティングもめちゃくちゃ楽っていうところですね。そこがすごい気に入ってるんですけど、まあ、その代わりにその機能とトレードオフになってるのが、やっぱ薄い分ね、遮熱ですね。遮熱力に関しては、まあ、期待はそこまでできないかなという感じで、もう日差しが強い日なんかはこれしててもね、車内はそれなりに暑くなりますので、こういったサンシェード導入するときにやっぱ遮熱までしっかりやりたいって方はホームセンターとかで売ってるもっと分厚いやつを購入した方がいいと思います。本当その遮熱力以外は完璧かなと思いますので、今週ねちょうどタイミングよく200円オフのクーポンが出てまして、7キュッパでこれ買えますんで、もうちょっと待っときゃよかったかなっていうのが正直なところなんですが、もし検討されてた方は今週チャンスなんでね、ぜひ買い忘れがないように押さえておきましょう。ということで以上5点ですね。6月コストコで買ってよかったものの紹介でした。今日は昼間このねバズライトイヤー本日公開の作品見てきたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。子供たちもね見たいって言ってたんですけど、長男ね2年ぐらい前にトイストーリー4を一緒にね2人で見に行ったんですけど、半分ぐらいで帰るって言い出してね、それが映画館デビューだったんで、映画館で見るにしろ内容的にどうなのかなっていうのがあったのでチェックする意味でもね見てきたんですけど、展開とかテンポ感すごい良かったんで、これだったら子供たちもね見れるかなと。90分弱ぐらいかな、上映時間あるんですよね。でもなんか大丈夫そうな気がしましたので、また子供たちとね見に行けたらなと思います。トイストーリー好きな方は多分一人残らず楽しめる作品かなと思いますので、子供よりも大人の方がなんかこう楽しめるんじゃないかなと思います。で、来週もマイティーソーの新作が上映されるんで、これもねチェックしたいと思います。今日で2022年もね折り返しになったということで、6月までに購入したものの中でベストバイ、上半期のベストバイみたいな感じで今月動画出そうかなと思います。あと新商品結構数があったんで、レビューしたものだけですけどざーっと確認できるような動画10分とかにまとめられたらいいかなと思うんですけど、そういった動画もね7月前半のうちには出したいなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったものおすすめ商品いろいろ動画で紹介してますので、ぜひチャンネル登録してみていただけると嬉しいです。この動画参考になりましたらぜひグッドボタン押していってください。400グッドを目標に更新してますのでぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。